ララ・アンデルセンララ・アンデルセンはドイツの歌手、女優。第二次世界大戦中に歌ったリリー・マルレーンは世界的なヒットとなった。ララは1905年北ドイツの港町ブレーマーハーフェンに生まれた。17歳で画家パウル・エルンス・トビルケと結婚。3人の子供が生まれるが、3人目の子が生まれてすぐ結婚は破綻した。1929年。 24歳のララは子供たちを家族に預けて、ベルリンへ行き、ドイツ劇場の俳優養成学校に通ったと言われている。1931年に正式に離婚すると、ベルリンのキャバレーなどのステージに立つようになったが、当時の芸名は、リゼロットビル家であった。1933年から1937年まで、チューリッヒの劇場に出演していた際、生涯の友人となる作曲家、 ドルフリー・バーマンと出会う。1938年以降は、ミュンヘンのキャバレーや小劇場に出演し、ドイツ民謡、シャンソン、流行のヒット曲などを歌っていた。この頃の芸名は、ララ・アンデルセンとなっている。1937年に、ハイデルベルクで、ピアニストのカール・フリードリヒ・パッシェと知り合い、その後6年間、舞台やレコード録音の際のピアノ伴奏を任せている。 1943年にパッシェが出生した後、ララは結局パッシェ以上のピアニストには巡り合えなかった。1939年、ミュンヘンのキャバレーに出演していた際にララは一つの歌に出会った。ハンス・ライプの詩に、ノルベルト・シュルツェが曲をつけた歌、リリー・マルレインである。ララはこの曲をレコーディングするが、当時は約700枚がリリースされただけであり、60枚しか。 売れなかったと言われている。しかし、販売店に山積みになっていた売れ残りのレコードから、店員が、ドイツ軍の前線慰問用レコード200枚の中に2枚、紛れ込ませた。それが1941年の秋に初めて流され、以後放送で繰り返しかけられて、人気を得た、ナチスドイツ占領下のベオグラードラジオが所蔵する数、少ないレコードの中の1枚であった。しかし、 恋人たちの別離を歌った陰鬱な歌詞が、四季に悪影響を及ぼすとして、ナチス政府の宣伝書ゲッペルスはこの曲を嫌悪し、それでも、戦地での兵士の人気は一向に衰えず、なぜラジオで流れないのかという問い合わせが多数寄せられた。ため、ベオグラードラジオは放送終了直前、毎晩21時57分に、リリー・マルレーンを流す決定をした。毎晩十一時十七分になると、 戦場では、ドイツ軍、連合国軍を問わず、兵士たちはラジオをつけて聞いていた。リリー・マルレインを取り上げられ、チューリッヒで親しくなった、リーバーマンをはじめ多くの音楽家たちが、ユダヤ人であったこともあり、ララは、歌手活動を禁じられてしまい、自殺を図るが未遂に終わる。9ヶ月後、歌手活動の再開を許可されたものの、ララは帝国文化院の監督下に置かれ、 リリー・マルレインを歌うことは許されなかった。ゲッペルスの命令で、勇壮なドラム伴奏をつけた、軍歌版のリリー・マルレインを新たに作ったほか、終戦までの活動としてはプロパガンダに関するもの、ばかりで、映画への出演が一本と英語で何曲か歌うのみで、あった。しかし、リリー・マルレインは、マレーネ・ディ・トリヒが曲をカバーして、米軍を疑問したこともあり、アメリカにも広まっていった。 終戦の直前、ララは北海に浮かぶ東フリースラント諸島のランゲオーク島に移住して、歌手としては引退するが、1949年にスイス人作曲家アルトゥール・ボイルと再婚した。1952年、ララは自分で作詞し、ボイルが作曲した歌で歌手に復帰し、1956年にはある映画の中でリリー・マルレーンを歌っている。 1960年代にはヨーロッパとアメリカ、カナダのコンサートツアーを観光したほか、1970年になるとテレビ番組に多数出演して活躍した。オットボイルはララのために約20曲の歌を作り、ララ本人も作詞を手掛けている。1969年と1972年に本を出版。1972年の辞典は、 当時のベストセラーになったが、その出版直後、ウィーンで死亡した。67歳。遺体は、ランゲンオーク島に埋葬されている。リリー・マルレーン1981年公開。監督ライナー・ベルナー・ファスビンダー。主演・ハンナ・シグラ。歌、リリー・マルレーンと主人公・ビリーが戦争に翻弄される。悲劇を描くが、ララと、オボしき主人公など。 登場人物の背景には事実と異なる点が多い。毎日ムックシリーズ20世紀の記憶第二次世界大戦、欧州戦線 1939-1945P101 毎日新聞社発行 ISBN4 から620791237。ありがとうございます。